違うだろ。なんと疲れる試合なんだ。マジでゴミゲーだ。いい試合になったので最後までやれや。20分ですぐ諦める人はそのかなってところにもはや気づけていない。やっていきます。意外とうまくないか。ネズミアップ行っても1、3は後で1、3は確定だから、あんまり席行かなく重要になりますね。危ねえ、ギリだ。プレートは守ったけどこれ折れちゃうな。ザイラワーディングじゃない、こっち。あー、ザヤがいねえな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 ー、ドラゴンボフリーでミッドフリー。あーあー、ザヤがいないのになんで戦うの、なんでなの。あー、何やってんの、なんでなの。スイッチが一生散歩してんだぞ、ミッドとトップに。ボットは絶対に勝たないといけない、ね、ボットがティリとして倒すって。なんか怪しい。しんどけ。敵を倒しました。あー、ダメかー。まあ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 、まあ、バラフリシャットダウン。味方がタワーを破壊しました。味方が倒されました。敵を倒しました。まあフラッシュねえもんな。味方のタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。ザイラ、ノー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 ザイラノーザイラノーザイラ、ナイスルート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 、死ぬなに対してよ。セイジ助けてあげて、セイジジャグリングしてる場合じゃない。味方が倒されました。危ねえ、すげえ。本当にやりきる、やりきるピンはやばくない。やりきるピン謎じゃない、落ち着いて。誰ピン鳴らしたの。ねえねえ、何してんの本当に。味方が倒されました。敵を倒しました。おらー、よしよしよし、あぶねえ。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。よし、味方がインヒビターを破壊しました。なんと疲れる試合なんだ。止めていきやった。なんでなんでなんでなの。さあや、違うだろ。インヒビター2個ってるタイミングでそのデスはマジでえがい、分岐点すぎる、分岐点すぎるよ。ふぅ、リラックスリラックスだよ、マジでマジでリラックスだよ。うえぇ、セラフ貫いたんだけど。バク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 、敵を倒しました。やれ、おお、シャットダウン。味方が倒されました。ラインが合わなかったか。
ナイスダメージ。味方が倒されました。敵を倒しました。敵のキリングスキル。敵のラスト。またなのは。味方のタワーが破壊されました。味方のインヒビターが破壊されました。まもなく敵のインヒビターが復活します。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビター。いやー、イラをインヒビっちゃったかー。いやー、いけたけどな、これ。まあ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 、まあ、2人で終わったらなく終わってたね。まあでも、やばやば、ここでか、シェラフが上げた、怖え怖え、キモいよ、これはかなり良い。ミニオンにも行くよ。ミニオンにも水して、うわぁうわぁ怖い。あいつ俺狙いだ、完全に。あいつは俺狙いすぎる。流れよ、うわぁ味方が倒されました。飛んじゃったんだけど、うわぁ危ねぇ、ペイントすぎる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 、あぶねぇ、マジで何今の、今の何、頼むよ、ドラグ分がある、ドラグ分がある、うわぁ、ナイスナイスナイス、あぶんねえ、マジであぶねえ、よくザヤ来た、ザヤよく来た、ザヤよく来た、いやーそれはギブだな、ビギ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 、やーばマジで、やーば本当に、やーばいや、バカな、うわっ味方が倒されました。味方がインヒビターを破壊しました。あーダメかー、まず早く帰ってきたけど、敵のソフトライク、あーダメかー、味方のタワーが破壊されました。ユルトだけど終わりかーい、くぁーサモナーが退場しました。あーザヤが死んだところもそうだし、イラオイとのダブル TP も噛み合わないし、なんでなんだー、ありえねえ、今の試合負けたな、ありえねえよー、やだよー、ノクターンやろ、レンガやろ、ナイスだナイスナイス、あー噛み合わねえ、マジでマジ噛み合わない、俺にキャリー力が足りねえ、いやさ、ここ最近でいっちゃんメンタルくらい、今の2試合落とすのか、俺なんかクライアントが壊れたよ、あちゃー我特有のわらわら怖い、マジでゴミゲーだ、ダブル
これで俺の 3LP 持ってかれんのうんこすぎんだろ。これは俺どっちゃんて、さすがにどっちゃんてじゃないよね。ライアットの方のクライアントエラーだもんな。ここで止めるのか、勝って物を破壊されて負けて物を破壊される。ダブルさすがの強烈な運営ゴミだな。わら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 、ドルって負けかなってなった時は降参した方がいいの、それとイカ役粘れよ。いい試合になったので最後までやれや。いや、俺がなんでこんなイラついてるか知ってる？今。このゲーム、本当にゲームが上手い人じゃないと、基本的に、100試合したら、5戦とか4戦とかの試合で、自分次第で勝てる試合、負ける試合があるの。それで勝つか負けるかなんだよ。勝率 51% だったらレートが上がってくし、49% だとレートは下がってくんだよ。俺はその瀬戸際のどっちかいう自分次第の試合で今2試合連続で負けたからイラついてんの。で、つまりどういうこと？蓋を開けると自分が分岐かもしれないっていう試合があるわけよ。その分岐にたどり着けてないっていう人、諦めてる人、20分ですぐ諦める人はその自分次第なのかなってところにもはや気づけていない。20分ゲームだと自分に比重が寄ってないけど、もしかしたらその試合が40分ゲームやって自分に比重がめちゃめちゃ寄ってる可能性もあるから諦めるなってことや。まあてかゲームなんだから諦めない方がいいよ。単純に何かが起きるかもしんないじゃん。プロじゃないんだぜ。プロの試合とかさ、チャレンジャー上位帯の試合だったらさ、綺麗に試合とポンポンポンして見せなく戦まれるかもしんないけど、まさに俺のプラチナなんて試合はもう本当に各々が自由なことをして逆転なんてたくさんあるし、ブロンズシルバーの試合なんて逆転試合なんてたくさんあるから捨てる必要はない。プラチナでもまだたくさんあるよ、変な試合。ダイヤでも多分ある。ダイヤ上位帯でもある。